小注意、以下の要素が含まれます。ヤーショ君、ずんだもん相当なのだ。いや、開けたのだ、見事に開けたのだ、開けすぎて困っちゃうぐらいなのだ。開け開けばっしょい、ピッポーピッポー。何ですかそのノリは。いや、去年はいっぱいロボットアニメを見たが、今年のロボットアニメ界隈はさらなる大盛り上がりを予感させるのだ。そんなにすごいんですか。もちろんだとも。やばいわよって感じだよね。新年一発の動画は、現在判明している2024年のロボットアニメを一挙紹介していくのだ。面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくね。まずは2023年からの継続枠が3作品。タカラトミーからはジョブレイバーとトランスフォーマーアーススパーク。ショートアニメだけどジョブレイバーも長い作品になったね。トランスフォーマーはアーススパークとは別にアニメ映画の情報もあります。トランスフォーマー1は若き日のオプティマスとメガトロンの戦いを描く前日譚になるらしい。米国で7月に公開予定だが、日本での公開時期はまだ未定なのだ。次に第2期が放送される。シンデュアリティの R、 ヒロインが名前の通り黒くなって戻らなくなってしまい、一体どうなるのだろうか。ツンツンしてるのも可愛いよね。一期終盤になって新たな敵も顔見せしましたね。新たなキービジュアルでトキオが敵になるような雰囲気が怖いのだ。黒仮面は本当に敵として立ちはだかるのかな。最後には味方になるような感じもするが、先が気になる。現在 YouTube では1話から8話まで総集編の動画もあるので、シンデュアリティを見たことない人もここから見て2期を追うといいのだ。他の期待のプラモも出してほしいね。次に新作サイゲームスと小針雅美監督の新作ロボットアニメ有機爆発バーンブレイバー。まだまだ謎な作品ですね。タイトルとロボットにギャップがあるね。現在公開されている登場機体もリアル系な陸戦メカばかりなのだ。去年の境界戦記極光の早期と微妙に被るよね。先行公開のネタバレ厳禁、1話ラジオゲストが非公開なのもやはり何かしらサプライズ要素があるのだろう。バリッバリなスーパーロボット登場とか期待しちゃうね。キービジュアルから考察するに、敵がスーパーロボのパターンだろうか。機動戦艦なでしこの木蓮的なのですか。とにかくどんな内容になるのか放送が待ちきれないのだ。続いてもテレビ作品からはメタリックルージュ。これはパワードスーツ系ですね。人造人間たちが戦う SF バトルアクションで、制作はボンズ、総監督は伊豆口豊さん。もしかしてラーゼフォンだ。そうなのだよ、ラーゼフォンから19年ぶりにタッグを組んだのだ。美少女バディモノっぽいですね。巨大ロボではないのだが、主人公の少女が変身する姿がかっこいい。久々のボンズメカモノとしても注目したい一作品なのだ。さて後半も1月の作品を語っていくのだ。お次は待望の劇場版が公開される機動戦士ガンダムシードフリーダムなのだ。ついに来たね。当時の雑誌で発表された時から待ちに待ったのだ。デスティニーが2004年から5年だから約20年。総統ちゃん今何歳。福田監督の X によるとかなり内容が濃く圧縮したらしいのだ。未公開のモビルスーツは出ますかね。新アスカの初期機体がジャスティスなので、アスランに交代して何かしら乗り換えはあると予想するのだ。アスランの動向も気になるね。本当にキラが闇落ちするのか。シードシリーズの結末は今月末劇場に行こう。そしてもう一つ、こちらも映画で海外作品、メカアマトムービー。マレーシアのアニメなんですね。少年アマトと相棒のメカボットが毎回いろんなメカに変形変身して戦うヒーローものなのだ。2022年から日本語版がカートゥーンネットワークなどで始まり、現在はバンダイ公式 YouTube でも無料配信しているのだ。キッズ向けだから子供も安心して見られるね。配給は全国の4シネマで上映される。今年も海外産メカモノがどんどん日本に上陸してほしいと思うのだ。さあここからは春以降の作品を紹介する。まずはコードギアス奪還のロゼ。結構前に発表したやっこだよね。その時は奪還の Z だったが、タイトルが微妙に変更したのだ。今作は全4部構成の映画として展開される。ブルーシュが主人公じゃないんですね。主役の違うギアスのアニメシリーズは王国の秋とガール、お約束の謎の仮面キャラもいるね。新たな主人公同兵として戦うロゼとアッシュの兄弟が繰り広げる奪還の物語なのだ。一体何を奪われたんだろう。
復活のレルーシュから続く世界なのか、それとも別世界の話なのか、新たなリアスの物語に大注目なのだ。そして最後は年内の予定だが時期が未定の作品も紹介する。まずはサウジアラビアの石油王案件でまさかの新作ブレンダイザーユーオープニングをグレイが歌い、アニメ制作はスタジオガイナ。スタジオガイナについてはかつての動画でも取り上げているのでぜひ見てほしい。シードフリーダムに続いて福田監督が総監督を務める。登場キャラや出演声優の情報も出てきましたよ。主人公のリューク・フリードは東映の旧アニメ版からイメージを一新した現代風のイケメンなのだ。キャラデザがエヴァの貞本義行さんだから渚薫くんっぽい。旧アニメ版では登場しなかったマジンガー Z も漫画版カラーで登場しているのだが、どうやら最初にやられるみたいなのだ。そこはグレン・ダイザーの物語だししょうがないね。プラモの HG グレン・ダイザーが4月再販予定なのでアニメ放送も春頃だと予想するのだ。そして次は人気キッズロボットアニメシリーズ3作目シンカリオン・チェンジ・ザ・ワールド。ついに続編来た。シンカリオン、去年末にタカラトミーから謎の乗り物が衣装登録され X で話題となり、先日公式から PV が公開されたのだ。これまでの主人公と比べると年齢が上がったようですね。チラ見せだが期待はこれまで通り E5 が続投しているようだ。 X じゃおもちゃの画像も上がってたけど早くない？プラレール公式ショップを撮影した写真なのだが、実は店側のフライングだったのだ。 PV 以外の情報は公式で発表していないですもんね。衣装登録は誰でも見られるので、ここから察するに今回は陸追いクメカとの合体がメインなのだろう。このトレーラーは TV にもいたよね。ドリルメカもいたり、往年の勇者シリーズを感じさせる。こちらもおもちゃの発売から見るに春スタートの作品で間違いないだろう。物語はシンカリオン Z から続きの世界なのかどうか続報が楽しみなのだ。さて最後となる産業機械メーカーのヤンマーが制作プロデュースの作品見るなのだが、これといった情報の更新はない。このチャンネルでも何回か触れたね。キービジュアルとざっくりとしたテーマが語られているだけなのだ。公開となっていることからおそらく映画化配信になるのではという感じだ。デザインからどう動くのかわからないですね。というわけで以上が現在判明している今年のロボットアニメなのだ。夏以降が全くないね。時期不明な作品はいくつかあるので、それが今年に来るのか、まだ見ぬ新作ロボットが待ち構えているのか、情報を求むのだ。それと今回相当とつむぎのファンアートをいただいたのだ。アイキャッチ位置で使わせていただきました。ありがとうございます。 FA どんどん待っているのだ。それでは今回の動画は以上とする。また次回お会いしよう。毎年マイクールロボットアニメを見よう。では諸君さらばなのだ。